セブン、セボ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 ン、はるかな時を、てってて。面白かった、すごい、やっぱり。うん。やっと見たけど、デビッド・フィンチャー監督のね、モーガン・フリーマンとブラッド・ピットが出てるやつね。例えば、グロいかどうかってね、そういう、なんか気になっている人のために言っとくと、そんなにこの映画自体は、というか、描写自体はね、恐ろしい事件がこう起きて、人が死んでいくんですけど、別にその、ひどい死に方してるんですよ。してるけど、その、要はその、ひどい部分っていうか、その、いわゆる切り傷というか、そういう、内臓部分であったりみたいなのはこうカメラの角度的に見えないとか、その描写自体が省かれてたりとかするから、あともうめっちゃ殺人事件が起きるってわけじゃなくて、捜査パートが多いのでね、視覚を通して上ってなるより、なんていうか肌で感じる気持ち悪さのタイプですね。で、あと凄まじい胸クソ映画って言われてるんですけど、その辺もね、まあっていうか、そのなんか映画として面白い範囲内というかね、そのストーリーとして単純なミステリーとかサスペンスの映画として、だから面白い映画って感じ。もう僕も最初誤解してたんですけど、そういう意味で大きなどんでん返しとかもなくてね、もう順当にその嫌な、まあってことが起きていくみたいなそれにっていうね、あーそうっすよね、うえーっていうやつですよ。こんにちは、貝柱です。バジルいただきます。ここから物語の導入のあらすじ話していくので、この映画見てない人はその辺見てもらえればなと思います。セブン、雨の降り続くどこかの大都会、俺は雨です。ザー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 、あと1週間で定年退職のデカウィリアムっていうやつがいてね、まあ、優しいデカなわけよ、おじいちゃん。まあ、そのウィリアムの、まあ、警察署のところに、今度はイケイケの若造が赴任してくるわけ。若造デカが、デビッドっていうデカが来るわけね。こいつに関してはもうね、やったりますよみたいな感じ、もう血気盛んで、さっきの席で多分イエイエイウォーウォーとか、多分つまらんコールするタイプ、うん、で自分のことを面白そうと思ってるタイプ。いや違うなもっといい、うん、もっといい男、もっと優秀、もっと分かってる男、そんなやつと一緒にしないでくんない、おい、そんなやつと一緒にすんなよ、こ俺は若造です、ウィリアム、俺やってやりますよ、俺やってやりますよ、うるさい分かった、からもうついてうるさいもうストックマイク、うるさい、トントロ、もうイケイケのデビッドに対してウィリアムもそういう風にね、もうお前はもうまだ黙っとけみたいな感じなんですよ。こんな二人のね住む町で殺人事件が発生します。マンションで見つかったその死体はね、もうブックブックに太った成人男性、そいつが椅子にこう座らされて、手足拘束されて、で机の上にねゲッティが乗ってんだけど、そのゲッティに顔をブシって突っ込んで死んでるわけですよ。死因もまたちょっとこうひどくて、被害者はですね、犯人によって12時間以上延々と無理やり飯を食わせられて、もうお腹いっぱいでももうずっと無理やり食わされて、もう胃がパンパンにもう膨らまんで状態でパーンってもう内臓が破裂してした末に死んでしまったと。もうだから解剖して胃取り出したらもう胃がもうブックブクなのよ、もうすんごいことになってて、あもう俺食べられない、で次の日ね、また殺人事件が起きます。今度殺されたのは弁護士、こいつまあちょっと金に汚いとされている、ちょっとこいつが殺されたとね、自分のオフィスで、弁護士オフィスで、これもまあ悲惨なんだけど、正座させられて、で1ポンドのお肉を犯人に命令されて自ら切って、その末に死んだと。お腹のね贅肉をグリグリグリって切ってるうちに、力尽きて死んでしまったとね。犯人にまあ銃でも何でも多分突きつけられて脅されてたんでしょう。ギコギコ、ああもう痛い、うわっうわっうわっ、お腹の肉がこんなにもたくさんのお肉が、ああ
うわワンダホー、うわこの弁護士が殺された現場の床にはですね、強欲、グリードって書いてるわけ。で、もう一つのね、昨日起こった元の、デブの殺人事件の家の方のも調査してみると、冷蔵庫の裏側にですね、油で、今度はそこは暴食と書かれているんですよ。で、そこにはメモ用紙もあって、そこに失楽園の一節が書かれているわけです。だからウィリアム、これ犯人は同一人物で、7つの大罪をもとに殺人を行ってるんだと推測する。だから7つあるから今2件、あと5件少なくとも殺人は起きるぞと。ウィリアムとデビッドはこの犯人を見つけ出すことができるのでしょうか、みたいなお話です。この先中盤以降のネタバレ含むので、セブン見てない人は気をつけてください。というわけで、7つの大罪になぞらえた殺し、7つの大罪っていうのが、嫉妬、ね、他人の幸せを妬む、不幸を喜ぶとかの嫉妬。で、傲慢ね、うぬぼれる。で、怠惰っていうのは、怠けとかですね。で、憤怒っていうのは怒りですよ。理性を壊すと、魂に悪魔を迎え入れるらしい。で、強欲が金銀など財産に対しての異常な欲ですよ。これ僕ありそうだな。で、肉欲、性的快楽に溺れると。まあ絶倫ってことエッチってことね。で、暴食は節制のない食事と。まあ最初に殺されたデブは暴食だったとね。これになぞらえた、だから殺人が起きるだろうと。まあ実際起こっていくわけですよ。っていうかね、傲慢、プライドの罪だったら、なんか整形してる女なんだけど、そいつがもう全身切り刻まれて、鼻とかもそぎ落とされて死んでたりとか、ハードな世界観で、陰影がね、もうきっちりかっちりしてて、ギュッて。だから街の色味もさ、全体的にくすんでて、雨も降ってるし、なんか色は憂鬱になる感じ、暗い感じが、なんかこう客観的に見ててでもかっこいいなって感じなの。ハードボイルドってこれだよねっていうさ、その街で2人のデカが殺人事件に立ち向かって、この2人もだからかっこいいわけですよ。いわゆるデコボココンビですよ。落ち着いて思慮深い上司と、あとちょっと盲信の部下っていうね、やったりますよっていうのと、まあまあ落ち着きたまえっていうこの2人組っていうね、これ鉄板の性格ですよね。それをモーガン・フリーマンとブラッピがやってるっていう、面白くないわけがないっていうね。で、このちょっとつ盲信の刑事のデビッドには妻がいて、で、奥さんお腹に子供を身ごもってるんですよね。まあデビッドには言ってないんだけど、内緒にしてるんだけど。でも結構だから夫婦仲もいい感じで、で、ウィリアム、上司、ウィリアムね、もうすぐ退職するこいつも家に招いて、もう一緒に飯とか食って、とかって結構仲良くするわけです。で、これこのシーンとかもなんかね、ああいいなって、エモいなとか思いつつ嫌な予感してくるわけ。え、これもしかしてみたいなエモを言われぬ不安がこっから、ええってこれフラグ立ってるよねっていうね、そう、嫌なフラグが立ってるのが目に見えて分かってくるわけです。で、まあ犯人をそうやって探すじゃないですか。犯人探して、犯人も頭がいいわけですよ。7つの大罪なんていうものを元に殺人するくらいだから、なんか意図があるだろうとかね。で、なかなか見つからなくてと思ったら、急に自首してくるんですよ、犯人が。あ、ちなみにこの犯人なんだけど、ユージュアルサスペクツのケビン・スペイシーお前かよとか思うんだけど、やっぱ似合うっすね、めっちゃ。犯人も捕まって、よっしゃ解決していくかなと思うんだけど、もう不安が拭えないわけよ。もう他の死体の場所を教えてやるぜって言って、その犯人が。だから、おお、分かった、じゃあその死体がある場所に連れて行けよっつって、連れて行かせるわけですよ。そしたら、そのデビッドの奥さんの妻の生首が入った段ボールが届くっていうそれにもうデビッド切れて、もうこれ犯人の狙い通りなわけです。で、切れたデビッドにこの犯人自体が撃ち殺されることで、7つの大罪が完成するんですよ。まずデビッドが憤怒の大罪の駒になって、これでデビッド切れて撃ち殺すっていう。で、犯人は嫉妬の大罪の駒に自らなって殺されて、結局殺しちゃうじゃないですか。もうあーほらほらっていう予感が、もう思いがさ、もう嫌な予感がもう途中からブワーって膨らんできて、結局それがバコーンって破裂させられるって、もうね、予定調和分かっててもきついっていう
のは一番すごくない？その予定、いやもう不意を打たれてわーってさ、びっくり衝撃を受けるのは不意打ちだからビビるけどさ、分かってる、今からさお前を驚かしますよって言われて、じゃあそんなこと言われてたら驚かんだろうと思うけど、わーって言われてわーって言っちゃうみたいな、なんか分かってんのに避けられないこの衝撃ってあるじゃんね。やっぱ嫌な予感が積もって積もってみたいな、お願い、そういう意味でいわゆるその多分胸クソとかって言われてるんだと思うけど、でもここのシーンね、そのまあ一旦結構かっこいいんですよね、その描写的には、そのすっごい美しい、あの外のシーンなんです、荒野みたいなアメリカのなんていうの、その郊外のもう何も建物がほぼなくて、電線だけがこうちょっと張り巡らされてるところで犯人連れて行って、で調査行くんだけど、それとかねかっこいいんですよね。太陽が少しねちょっと沈みかけてんのかな、夕方なのかな、それのその影の差し方とかね、あれです。だから僕と同じようにそのシルエット萌えとか、あと引きの絵、引きの絵萌えの人この2つの人はこのシーンでその萌えの感情をね両方ね満たされる、両方の萌えが満たされるね、とってもいいシーンで、気になったんだけどさ、これさブラピあとケビン・スペイシー、なんかこれ引きの絵だと別人に見えるんだけど僕だけかなと思って、これ別じゃない、俳優さんなんかなんか引きの絵だからそう見えるだけなのかわかんないけど、まあ僕らはさ日々何かしらの罪を犯してるわけじゃないですか、人間が定めた法律っていうものの罪の話じゃなくてさ、何かしらのその生きとし生けるものとしての罪を重ねてるわけですよ、大なり小なり。それは別に人間だけじゃなくてさ、その辺にいる虫っころとか何だってそうなんだけど、無関係っていうのは無理なわけですよね、絶対に関係させられるっていうか、僕らは生きている限りそれを無関係装って生きるかね、そういう罪を犯しながらもそれと向き合って生きるかはあなた次第。終わり。